はい、どうも皆さんこんにちは、ムンスケです。信長の野望新生 PK 西園寺プラスワン西園寺金広編、続きをやっていきたいと思います。はい、前回からね始まりました西園寺金広編。突出して話すべきはですね、プラスワンということで、スタートした時に浪人をしておりました武将の中から1名選んで西園寺家に引っ張ってくると、そういった感じでスタートしております。で、選んだのがですね、こちら望月千代城で、妻にしております。西園寺金広くんのね妻、姉さん女房ですね。いやー、金広くんはねそこまで、強い武将ではないので、うん、周りが盛り立てていこうという回になっております。なんでプラスワンになったかというとね、まあ、前回も話しましたが、ちょっと特別なイフストーリーが思いつかず、何しようかなということでね、今までやってませんでした。全く関係ない武将をね一人入れちゃおうとね、そういった回になっております。まあ1名増えたんでね、西園寺家強くなりましたということで、まあ大友家には従属してるんですが、まずはね一条をね滅ぼしましたね。で、河野家から湯月城を奪っております。でね、前当主の実光さんやったかな、実光さんは、城主になってくれておりますという形で、今回続きをやっていきたいと思います。今回狙うのはですね、まあやはり長宗我部ですかね。うん、いい武将手に入れるには長宗我部を滅ぼすのが手っ取り早いという感じですね。ただね、四国は結構海沿いにしか通路がないので、道がないので、結構ね兵糧問題がありますという感じですね。湯月城からお工場に行こうと思ったら、なかなかに兵糧がまずいことになるという感じです。うん、なので、うん、兵糧問題とね戦っていかないといけないですね。川之江城から行くっていう手もあるんですけども、そっちの方がね兵糧はマシかなっていう感じなんですが、そっここで三好と隣接してしまうっていうところがありますね。三好と隣接はちょっと今怖いんですよね。ただ急がないと毛利がでかくなってきて、毛利が南下してくるのもまずい、もしかしたら三好よりまずいことになるかもしれないっていう感じの盤面までやっております。まあまずはね内政からとりあえずやっていきましょうか。で、まあ政策のね小二田を取っていきたいですね。小二田レベル2ぐらいはねさすがに欲しいかなっていう感じです。よし、内政やっていきましょう。一つよろしいか。お、新海さん強い。かたじけない、我が主のため力を。よし、威信がね上がりましたね。これであれが取れる、受けたまわりましたぞ。何だっけ、小二だ、取れるぞ。
承知いたした。長壁攻めのね、足がかりがつかみましたね。もう少し内政やっていきたいと思います。ただいまね、毛利と長壁からね、いろいろ食らっております。焼き討ちと先導かな。うん、兵糧がねあんまりないということでね、軍備整えてから歩行場行きたいんですが、2カ国のちょっと邪魔がかなりうざい。うん、ただ一期も終わってね、腰病老がね今88か、もう焼き打ちせんといてや。腰病老145までね増えたら、もうそのタイミングでお工場に乗っかりに行きたいと思います。はい、エースが来ましたね。土井清義登場、ありがてえ。はい、それではね、柚木城145まで回復しました。それプラス、軍備も整ったということなので、兵糧いけるでしょう。で長宗壁は防衛の拠点になってますね。この4500がまず最初防衛に来るかな。それを合戦で倒して、でお工場に乗っかると。工場は2方面から攻めれますね。うん、いけるかな。耐久5300、ちょっと固めか。セーブしてから出陣していきたいと思います。はい、それではね、8部隊出しました。国衆も2部隊出しております。で国衆のね兵糧が厳しいんで、もう先行の部隊をね出して軍をね制圧していこうと思います。これによって兵糧は若干節約できるはず。おー、間に合った。危なかった、兵糧燃やされましたね。危ね。はい、続き見ていきます。内政もねちょこっとできそうやけど、まあ後ででいいかな。まさに。で桶狭間が起きると。安芸城から防衛来ないですね。ではかかるとしよう。そんだけ自信満々ってこと。ちょっと内政やろう。任されました。そんだけ自信満々ってこと。はい、到着。さあこれで8対5ですね。さあセーブしてまいりました。8対5、いきましょう。さあ敵はね長宗壁元近、不足はないですね。行きましょうか。では指示を出していきます。忍び陣長、聖楼と陣城。あ、この聖楼は無視して良さそうやな。ここ一箇所破壊したいから、忍び陣長とこの陣城破壊できれば。あ、いいね、これでなんとかいけそうやな。じゃあ国衆に陣城破壊に行かせようか。でもう一部隊は攻撃、こんな感じで。ちなみに一緒に新海さん、あ、新海さんどうしよう。新海さんぞ、今が動くべきです。お道を願います。宇都宮、宇都宮も先へと向かうぞ。さあこれで見ていきましょうかね。うん、この聖楼がこっちじゃなくてよかったな。こいつさ、我が戦闘に手を押しとる。忍び陣所ならば
さあ、敵は試される時ぞ。我こそはと思う者は続け。結構前出てきますね。私に続きなさい。で、千代女が一番左を打ち果たす時。そして強撃入れていく。素晴らしい。いいよ。我が戦法を見るがよい。ご命令はいかに。行くぞ。足を動かせ。これもう殴りに行こうか。僕が試される時ぞ。あれこそはと思うものは続け。まだ突き飛ばすぞ。我が戦法の切れ味、混乱食らう前に壊せた。素晴らしい。そして大戦寺は逃がさない。試される時ぞ。我こそはと思う者は続け。スナミヤがこういう動きしましょう。はい、ナイス。攻め潰してくる。素晴らしい。打ち崩します。そして3方面から飛んでいく。鬼和子と呼ばれる。どっちかの鬼和子。見知りよけ。金平ももう行きましょう。新海さんは先へと向かおうぞ。下がらせて敵に攻めかかります。さあ始めよう。こうね。こいつ大事な混乱舞台はね、あんまり無理させないようにしたい。村上が撤退しそう。下げる。危ない危ない危ない。我こそは飛ぶものは続け。よし、残り3舞台。これはいけるんじゃないか。人脈というものを見せてくれ。意外といけるんじゃないか。はい、2箇所破壊しましたね。で、新海さんがね、もう混乱溜まったから、動くべき時は今ぞ。こいつ我が戦法にて押し通る。あ、ここで混乱入れた。命令を下され。ここに。よし、じゃあ乗り込んでいこう。この元地鬼は子を食らっていく。防御力を上げていくんかな。さあ耐久力を上げていく。厳しき戦ですね。あ、千代女ちょっと下げましょうか。敵に攻めかかります。こいつ我が戦法にて押し通る。 OK、 尋常破壊成功。ご命令はいかに。ちなみにこれは、あー、ここだけ大丈夫。足を動かせ。さあ残り2舞台になりましたね。うん、攻め潰してくれよ。進軍を始め。いかがしましょう。さあ行きましょう。我が軍力今こそ披露してくれようぞ。このレッスン元近もだいぶ疲れてきたな。本丸があとわずかで落ちますね。いけそう。うん、ここに歩みを進めよう。よ、はい、新海さんが落としてくれましたね、本丸。よし、大工場制圧ということで、これは威風が発生。
いたします。ということは長宗我部が我らの勝利を世に知らしめる、滅亡しましたね。はい、みんな喜べ。なんで秋城から援軍来なかったんでしょうか。いや助かったな。さあ高宗我部近安だけね下ってくれませんでしたが、兵糧が60日ある。これ元山城まで行くか。貴殿にお使いします。元山城行くか。もし三好が攻めてきても、秋城渡して停戦とかでいいですもんね。うん、元山城取ろう。兵糧増えたから行っちゃいます。手際よく城を奪おうぞ。はい、それではね元山城に向けて軍を出していきます。ちょっと待ってくれ、元山ってもしかして三好に従属してるやん。待て待て待て、ちょっと待って。5000、6000、7000、1万、1万5000ぐらいか。まあいけるか。戦となる、布陣を始める。うーわー、元山落としてから、あーそっか、うち従属してるから。外交ができないんよな。話を聞いてやろうぞ。いや、停戦ができるな。ちょっと元山落としてみるか。ええよ、声を上げよう、行くさぞ。まずは援軍に来たね、部隊。小笠原長時倒しましょう。一番やり取っちゃうか。困った人やな。いたしまはい、軍略というものを見せてくれ。打ち込んでいく。お越しを願います。今が動くべき時ぞ。じゃあダメージ戦法入れていきましょうか。攻め潰してくれよ。命令を下され。ここが使いどころよ。我が戦法を見るがよい。我が前に立ち塞がる者らよ、砕け散れ。よし、じゃあもう一発やりましょう。先へと向かおうぞ。この分裂にて勝機をつかみ取ります。さあ行きましょう。
混乱打ち込んだ、お指図を、同士打ちも打ち込んだ、我が前に立ち塞がる者らよ、ふざけ散れ、同士打ち込んで小笠原長時撤退と、OK、ダメージだいぶ抑えましたね。560で済んだ。このまま攻め取りたいな、本山城行こう。もう一部隊が来てるんよね。城攻めです。施設を増やすと、陣を構えよ、はい、もう一部隊も合戦で倒しちゃいましょう。そこ数正とはいえね、ダメージは抑えていきましょう。ここに行くぞ、足を伸ばせ、さあ集めよう、お城を手に入れるぞ、僕の敵は今だ、はい、混乱を入れましたと。一番槍が新海さん、敵を退けます。うん、先へと向かう。さあ体力と防御力を低下させていく、はい、あとはダメージを入れていきましょう。運力というものを見せてくれ。金広の吸収が弱い。我が先方にて押し通る。宇都宮さんも弱い。先へと向かう。この軍略にて勝機をつかみ取ります。使用所のいかがしましょう。同士打ちはそこそこ強い。ご命令はいかに。よし、もう一発やっていこう。命令を。さあ行きましょうか。いかがしましょう。もう新海さんと使用所だ。ここが敵を打ち果たすとき。で大丈夫ちゃうか。ああ倒しきれんかった。もう一発行こう。兵を動かします。敵に攻めかかります。さあこれで決めてしまいましょう。我が先方に手を押し通る。同士打ち決めていく。そごう勝政がこれで撤退。敵兵水泳たり。 OK。 さあ早く取ってしまいたいねんけどな。停戦交渉したら大友との手切れ求めてきそうやな、三好な。うざいですね、まあ、とりあえず行こうか。我ながら不甲斐なし。小気味よいわ。ちょっと待って、舞台は騎乗。
強行で急いでくれ。兵を奮い立て、戦ぞ。城を攻められると急いでくれ。強行しろ。どうかご命令を。強行しろ。よし、元山城落としました。元山家を捕らえたわ。お断りを。お、コウノムリ出雲入りましたね。これで帰還して OK で、これで停戦交渉ができる。領地譲渡だけで済む。これは空き城渡すから停戦しましょう。停戦しましょう。許す。はい、よし、これで三好に従属してる元山家をね、滅ぼしてですね、空き城ただでもらったようなね、空き城で停戦交渉できました。これはかなり作戦通りっていうか、河野もなん、うわ、河野も三好に従属してるわ。うわ、結局やり合わなあかんな。うちが五条、三好の四国勢が五条になったとこか。洲本も入れたら六条みたいなとこね。で、川之江入れたら七条、うちの方が負けてると。まあ三好との戦は次回以降ですかね。はい、ということで、長宗我部と元山を滅ぼすことができて、だいぶ武将の回収には成功いたしました。うん、ただ毛利とは隣接しているし、あ、大内を飲み込みそうですね。三好とも隣接してしまったというところまで今回はやりました。次回以降がね、ちょっと修羅になりそうですね。はい、ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。コメントもお待ちしております。はい、それではまた別の動画でお会いいたしましょう。ムンスケでした。ありゃすー。